2箇所目やってきました。初見で終わってんなって感じがしましたけど、まあ来たんでちょっとだけやってみようと思います。ここはね、川がカーブして少し流れに変化が出るっていうのと、まあ橋絡みなんですけど、橋の下に排水があるんですよね。今もザーザー音立てて流れてるんで、まあワンちゃん何かしらあるんじゃないかという期待をね持たせてくれるポイントです。はい、じゃあガンモツ90から行きたいと思います。ここはねそんなに深くないんで一発勝負。ベイトはいる。明暗では出ないけど真っ暗な橋の下で出そうですね。おお、出た。しゃよしよしよし、よし。ガーボッツ90やってくる。あー、テール1本行っちゃうか。よっしゃ、イエーイ、じゃーん。50ちょうどぐらいですかね。位側ね、1m50ぐらい入ったとこでボフッと出ましたね。ちょっといく、そうっす。はい、じゃあこんな感じでね、いい魚でございます。釣りました。おー、ナイトフォークプロと1回目で入魂でバッチリですね。おお、よかった、一本釣れましたね。3時半。やっぱ排水が効いてんだよな。流し用なんでね、水が動いてないですから。でこれから唯一流し用の日なりに一番潮が動くタイミング、流し用の深夜の下げですね。でもね、明日以降の若潮小潮の方がよりね釣りやすい時間帯と下げ幅っていうんですかね。流し用はもうほぼ下げないんで、それでもまあ一番、まあ2時満潮なんで3時半ってとこですよね。ここから1時間で、まあそもそも水が動いてるとこ来て、排水がね対岸から出てますから、なんとかってとこでしょうか。2匹目の土壌でね、自分がいる側が川の外側なんですね、カーブの。だからどっちかといえばこっち側の駆け上がりっちゃ駆け上がりみたいになってるんで、とこの壁際ですかね、この浅いんですけど水深30センチぐらいしかないんだけど結構ついてて、で、まあ、壁際べったり、この流れ一番速いとこなんで引き波もね盛大に出てますんで、もう残念出ない。あとは橋脚ですね。まだ排水の影響があるとかまだ打ってないんで、水の動いてる周りを打ったら1本出ましたんで、だん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 打ち込んでいこうと思ってるんですけど、ほんとねいい時だとあのライズしてたりするんですよね。だからそれを待ってるんだけど、残念ながら今日はライズはまあ流し用じゃ出ないかな。でも一応ライズを待ってる感じ。ね、でもまあ下げのスピードとしては釣りやすい感じで、今暗い側に入りました。ちゃんと入れられるようになってきて、暗い中でターンできるようになったんで。じゃあ1本目もあのライン先行で出ましたね。だから結構急角度で U 字書いてる時に出ました。あ、これつけっぱだった。それ釣れねえわ、ミスった。ヒットライトつけっぱなしでした。この撮影のライトで分かんなかった。これぐらいの明るさだったらね、ちょっと離れたら大丈夫だと思うんだけど、こっちのヘッドライトやっぱ結構明るいダメだ、ミスった。1本目釣った糸ずっとついてましたね。こういうね、ほらこれ釣るかな。こんなしょぼくてもいいんですよ、夏は。これだけで決定的な収入力があるんで、まあ、ここにガボツなんかが落ちて、バーンと。もちろん、ライトつけて、近寄って、
これぐらい上から覗いたら魚逃げちゃうんで、こういう場所はやっぱりこう地図でわかんないですしね、 Google マップにも載ってないんで、自分の足で稼いで通っていつ出る出ないとかね、そういうのもありますから。やっぱ空が明るくなってきたんで、最初の場所に戻るよりは他の橋行っちゃおうかな。やっぱ橋明かりに今日はついてますね。はい、じゃあ次行きます。真夏のデイゲームでどうやったら口を使わせて釣ることができますか。釣れがかりばっかりで困ってます。まあ、これは河口のね釣りだと思うんですけど、ね、基本まああいつらは釣るの難しいんですよ。まあ雨が降るとかベイトが突っ込んでくるとかで、唯一可能性を感じてるのは、いわゆるまあ浜本さんの釣り、でかいトップで反応させに行く釣りなんかは、結構可能性あるかなって思って、自分もやって去年かな、何本かですけど、ああ、やっぱこういう状況ありなんだなっていう手応えはつかみましたね。で、もともとシャルダスとかを流れ乗っけて、ふわーっと水面ちっちゃく、ブレード回さないように引くっていうイメージぐらいで流れ乗っけて、実際回ってますけど、それぐらいの感じでやると、食うっていうのもパターンとして持ってたり、あとジャーキングですね。特に東北リバーなんかでは、一見すれがかりでしか釣れないあいつらは、ブロインのね、165F の秋田のあの戸沢さんの釣りですね。まあ、その前に、うちの高橋とかが行って、ね、結果出したりしたので、戸沢さんもマスターした経緯もあると思うんですけど、最終的に戸沢さんが、このパターンが最強かなって仕上げてるのは、ブロインの 165F をひゅーって投げて、で、ウェイト戻したら、チョインってぐらいです。チイン、もうダーティングじゃないですよね。なんかチョインって、だから単に突っ込んでるだけの時もあるけど、で、それやって、で、僕もね、行って、まあ最初にこれが、この夏一番強いっつって。で、僕も140Sのよく YouTube にあるジャーキングだと思って行ったら、こっちの方が出ますって言うんで、まあ、やったら本当にね、そのジョインって待ってる間に、ブワーンと出るんですよね。マジかっつって、自分もその2日間でそのパターンものにして、で、それはね、秋田だけじゃなくて、長崎でも通用したし、まあ東京湾でも普通に通用するしって感じかな。はい。